はるか、ことね、まほ、私たちはゼゴです。はい、というわけで本日はこちらキーゴ秋葉原3号店にお邪魔しております。ありがとうございます。まさかの開店前を貸し切って8時から10時、はい、私たちのみで遊び放題です。最高。貸し切りなんて人生初です。何をね、はい、やりにここへ来たかというと、はい、我々普段ダンスやってるじゃないですか、はいはい、まあ、ダンス歴10年以上かれこれ言い続けて5年経ってるんで、うん、多分もう20年だってはるか今24ですよ、6年生ぐらいからだから。皆様は何歳からダンスを始めましたか？幼稚園の年長さん。6年生ぐらいからだから。あ、6年生から？6歳からでしょ。嘘。間違えた、すいません、朝なんで。詐欺、詐欺や。しかも、ダンスを職業としてやってるじゃん。そうだね、はい、そのダンスを始めてから休んだ機会はうちら一回もないよね、うん、ない。それぐらいダンスをやって、ストリートダンスから始まって最近は踊ってみたとかのジャンルとかも幅広くやらさせていただいてるんですけれども、うん、あと一個やってないジャンルあるなって思ったんですね。なんだ、何がある？あとダンシングゲームです。確かにやったことない。ゲームもないみんな。え、ない、マジでない。ある、あるんだ、あるんだ。え、頻度で言ったらどんぐらい？いや、そんな聞いたらやってない、そんな。なんかやってないよ、そんな。我々こちらにね、ダンスラッシュっていう、うん、ダンスのゲームの機械があるんですよ。おー、よくゲーセンで見るような、うん、黒波にゴリゴリのキレッキレのあれを目指していきたいと思います。はい、いけるでしょ。いけるっしょ。いけるでしょ、だってね。はるか自信ない。あ、じゃあ保険かけてる、保険かけてる。足の動きやん。そうだね、ハウスみたいな感じ。なんか足の動き下手なんだよね。でもさ、何やったの？なんかやったことある。なんかこう、こう出てきたやつに対してこうやってやるみたいな。あー、そういう、あー、体の動きね。あ、じゃあ今やるやつは結構足をメインのしたやつだから、うん、それは初めてだけど、うん、高校でハウスの授業とかもあったから、一応ね、違いましたから。めっちゃ出るよな。これ完全フラグです、ね、それそう。本編絶対ボロッボロだから、もうみんな笑ってください。ということで、でも、はい、キレよくやりたいじゃん、かっこよく、うん、うちらも、ね、あのゲーセンにいるような方たちみたいに私たちもなりたい、うん、ということで、ちょっと時間はそんなに限られてるんですけど、はい、早速キレキレにできるように練習頑張りたいと思います。はい、レッツチェゴー。はい、ということでこんな感じなんですよ。思ったほど難しくない？めちゃくちゃできない。ね、うん、なんか足の動きにビート割れすぎて、うん、友達みたいになっちゃった。あの、スライドのやつやばくない？スライドのやつね。そう、でなんか YouTube で見たんだけど、なんかこうスライドの時に足をちょっとちょっとしながら、もう片方の足はトン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 みたいな、それやるとスライドトントントンとかもいけるらしい。無理やろ。普通に考えて。あとは星5を狙いたいな。うん、格好ももちろんなんですけど、はい、せめて星4までは行きたいなって感じ。成長はしたい。星5行こう。うん、星5行けるよ。目指して。ちなみにレベル何を狙う？今6と、多分4と6と8やった。4678やったんだよ。でもなんか4だとちょっと、そう、面白みに欠けるんだよね、映像として。わかるわかる。じゃあ1人ずつ、めっちゃ難易度高い6、7、8が一番いいと思う。じゃあ8で、8が一番面白い。8でやってみようか。8でやる。で、もう1回や、撮影会議する。うん、じゃあやってきますか。はい、2回戦スタート。あれ、なくない？うわ、
レベル6になって、でもバタフライやってほしい。ランニングマンなかったじゃん、はるか。たぶんはるかバタフライめっちゃうまいと思う。バタフライ、せーの、一応ダンス歴10年以上あります。